渋めのルックスで人気の大阪支部松井茂選手。今回は松井茂選手にまつわる面白いエピソードと船券予想のポイントを解説していきます。松井選手は大阪府吹田市出身。北陽高等学校に在学時はテニスをしていたが、全国優勝などの目立った成績は残せていなかった。特にやりたいことがなかったようで、一時期は大学進学も検討していたそう。ボートレーサーになったきっかけは、実家の鮮魚店で働くボートレース好きな従業員の勧め。比較的小柄だった松井選手にアドバイスをしたそう。松井選手自身、包丁を持つことさえままならなかったことから家業を継ぐ気はなかったようで、現在の大和養成所にあたる元巣研修所を受験し一発で合格。ちなみに料理はめちゃくちゃ苦手。64期生として元巣研修所に入学した松井選手だが、入学当初は劣等生だったようで、いつクビになるかとヒヤヒヤしていたそう。同期には当時から天才と呼ばれていた服部幸男選手がいた。実技が増えてくる後半で一気に頭角を現し、卒業記念競争では準優勝の好成績を残し、元巣研修所を卒業する。ちなみに服部選手が SG 最年少優勝の記録を塗り替えた時に、会見会場の裏で待っていた松井選手。服部選手自身 SG 優勝をした実感がなかったそうだが、同期の松井選手を見た瞬間に感情を爆発させて涙を流しながら抱き合って喜んだらしい。平成元年にプロデビュー、翌年には A1 級に昇格し、以降20年以上維持し続けている。松井選手のニックネームには絶対王者が有名だが、実はニックネームに王がついているのは現役選手では松井選手だけ。帝王植木道彦選手が引退した後のボートレース界を支えるベテランレーサーの一人に間違いはないだろう。松井選手を象徴するエピソードには、生涯獲得賞金は欠かせない。2023年に通算40億円の獲得賞金を突破しており、歴代1位の座を守り続けている。ちなみに2位には今村豊、3位には山崎智也と、すでに引退していることから当分破られることのない偉大な記録と言えることは間違いないだろう。2007年に膝を手術。若手選手と比較して唯一負けないと感じていることは、ブレずに続けられる強い精神力だと分析する松井選手。今年53歳だが、自身の体の衰えは感じているそう。あるインタビュー番組で引退の時期について聞かれると、引退は自分の中で決めていると答えている。また別のインタビューでは、前年よりも自分が成長していないと感じたタイミングとも話しており、常に前進するための努力を惜しまない選手の一人と言えるだろう。通算12回 SG を制している松井選手だが、初めての SG 優勝時は先頭を走っていた先輩レーサーが転覆をしてしまい、恵まれで優勝したことから正直気まずかったらしい。2回目は必ず実力で取ることを決意し、2年後に三国で開催されたオーシャンカップで1号艇から逃げて2度目の優勝を飾る。松井選手には同支部に弟子がおり、直接面倒を見ているのは3人のみとなっている。自身を不器用と感じているらしく、少人数が限界とのこと。また弟子の山本孝之選手に対しては、素質がないと答える松井選手であったが、間髪入れずに俺もなかったから大丈夫とジョークを飛ばしており、信頼関係の強い師弟関係を築いているようだ。アイスクリームが好きな松井選手。夏場は選手宿舎で毎日2個食べるようで、基本的にはガリガリ君などの爽やか系アイスが好きだが、疲れている時は甘みが強いアイスを好むらしい。また苦手な食べ物はグリーンピースと、子供のような好き嫌いがある意外な一面の持ち主。松井選手はレース前に手を2回叩いてから2回ジャンプをするルーティーンが有名だが、これは手がかじかんだ状態でレースをしないために始めたことがきっかけ。またジャンプは緊張から萎縮しがちなあれを下に下げるために行っているそう。一度やりだしたルーティーンが癖になり、夏場でもやり始めて現在は外せない習慣となっているそう。現在のモンキーターン全盛時代の火付け役は桐生選手や峰選手の名前を挙げた松井選手であったが、実は一番最初に取り組んでいたのは秋山選手と語る松井選手。忖度のない一流選手ならではの観察眼と、ファンからは共感の声が上がってしまう。イケオジのイメージが強い松井選手だが、すでに結婚しており、3人の娘の父親でもある。中でも三女の浅見さんはミス日本グランプリ2021を受賞しており、関西大学国際学部に在籍。留学やインターンシップで培った語学力を持ち合わせた才色兼備なお嬢様でもある。
ちなみに浅見さんの最終選考時には何か応援できないことがないかを考え、菊池康平選手に相談。菊池選手の顔の広さを駆使して応援団長としてボートレーサー総出でバックアップしたらしい。サンテレビのボートの時間に出演した松井選手。ボートレース芸人の長嶋智弘さんからプロペラを叩くときに老眼鏡をかけていると暴露されるも、かたくなにサングラスと言い張る。ただぎっくり腰を患っていたことや加齢から一番最初に衰えが来るのは視力だと本音をポロリさせてしまう。40億円以上の獲得賞金を誇る誰がどう見てもセレブな松井選手だが、宝くじを購入したことがあるらしい。ただ数百万円単位で購入したそうで、元が取れているかは不明。ボートレーサーを続けるモチベーションとして欲しいものを買いたいという欲求が大切と語る松井選手。松井選手は大の車好きで、北村誠司選手を弟子に取った理由も車の話題で盛り上がったことがきっかけらしい。2023年に40億円の獲得賞金、通算2500勝と大偉業を成し遂げた松井選手であったが、本人は記録に関してあまり意識していないよう。ただ同僚レーサーからお祝いされたことに関しては素直に嬉しかったようで、50億円を目指していきたいと決意を新たにする。選手インタビューや勝利者インタビューでは最低限のことしか答えない松井選手。節感であまり成績の良くない時にはイライラしている姿を見ることも多いが、これはお金をかけてくれるお客さんに対して本当のことしか言いたくないという気持ちから来ているようで、自身のネームの強さを理解しているとも考えられる。真剣に勝つためにレースをしているという姿勢から、進入やモーターの仕上がりに関しては正直に答えることがほとんど。松井選手の直近128走をまとめると以下のようになる。松井選手の船券予想のポイントは、年齢に合わせて走り方を変化させていることは頭に入れておく必要があるだろう。松井選手は予選を通過するための走りを重視しているため、全ての枠で1着を無理やり取りに行くようなレーサーではない。またアウトコースだとスローの 2,3 コースまで前付けに行くことが多く、予選通過のための必要得点を意識して予想を行うと展開予想がしやすいだろう。前世紀の頃と比較すると成績が振るわない印象を受けるファンも多いが、人気が高いことからオッズが集中するため、予選が終了した一般戦などではあえて松井選手を切った船券予想が回収率が高く美味しいかもしれない。通算100回以上の優勝経験を誇る松井選手だが、最も勝率の高いレース場はボートレース宮島で 8.41、 次に浜名湖で 7.95 となっている。逆に勝率の低いレース場は福岡で 6.42、 次に丸亀で 6.80 となっており、絶対王者の松井選手でも24乗制覇は成し遂げておらず、残すところはボートレース江戸川のみとなっているが、ここ数年は圧戦が入っていないことから苦手意識の強いレース場であることは間違いないだろう。また江戸川は水面コンディションが変わりやすく、持病の膝を悪化させる可能性が高いことから、今後も走ることは考えにくいのかもしれない。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。少しでも役に立ったよという人はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。今後もボートレーサーにまつわる面白いエピソードや船券予想に役立ちそうな情報を動画で配信していきますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。